はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日も引き続き、モンタスポーツさんで撮影の方させていただいております。いつもありがとうございます。はい、本日なんですけれども、僕が堅くなに紹介してこなかったって言ったらいいのかな？苦手だからっていう、ちょっと、ファーストミットを、3つほど紹介していこうと思います。で、先に言うと、1個は軟式の学生でも使えるようなやつ。で、もう1個が、まあもう、軟式用の草野球人向け。で、もう1個が公式用。その3つを紹介していこうかなと思います。じゃあまず1個目のファーストミットが、はい、こちらです。はい、プロステータスのミットになります。これがね、一応ナイトブラック系になるのかな。確かね、普通のネイビーではないはずなんで、一応確か学生でも使えるカラーリングになるのかな。レースがキャメル系の色になります。このミットの特徴は、最初から小指2本入れ仕様になってます。ちゃんと小指のところに窓があるので、最初から小指2本入れ仕様だから、今ここはめて、ここに1個まだ隙間が、5本指だったら人差し指が入るところ空いてるような、ミットになります。逆にこれ多分絶対見えないだろうけど、この中はこちら1個、部屋があるような感じになります。で、一応順巻きのタイルで、大きさとしては平均ぐらいなのかな、ちょっと大きめぐらい。ただ基本的には多分平均だと思います。で、これは自分の買ったキャッチャーミット、プロステータスと同じ配色の、ファーストミットです。ただこっちの方が断然柔らかく感じます。まあまあ強くは握んないですけど、まあ握れるよっていう、自分のミット買った時は全く握れなかったんで、そういった点では比較的即戦力に配慮なるのかなっていったような、ファーストミットとなっています。まあ、小指に本入れ仕様なんで、しっかりと、まあ、縦で使うファーストミットになるのかなっていったところで、今現段階だと効いているようなイメージはないので、まあ、片付け次第かなと、正直思っております。そうですね、本当にファーストミットなんか、自分ラガーズのファーストなんかほぼやったことないから全然はめてきてなかったんですけど、でかいね、やっぱそこは本当に思いましたね。で、まあお値段31,900円、まあ約32,000円ですね。まあいい、軟式の限定じゃなかったらいい値段なのかな、結構するなぁと思いますけど、まあやっぱ本当にね、プロステータス軟式用とはいえ本当にサラサラとした革質をしているので、まあ、そういったところで結構、まあ、学生なんかは本当におすすめなんじゃないかなと思っています。はい、じゃあまずこれが1個目のミット、次のミット行こうと思います。軟式用のファーストミットで、カラーリングが2色のミットになります。はい、こちらです。IP セレクト。これはね、小さい。見てわかるかな？こうすればわかるかな？こっちの方が断然、Z の方が断然でかい。ような、ファーストミット。超コンパクトです。これトレーニング用でもないよな。うん。軟式一塁用限定ってなってますね。で、めちゃくちゃ硬いです。超硬くて。で、これに関してはちゃんともう5本指使用。小指2本ではないよっていう、ファーストミットになっています。で、カラーリングがタンとブラックのカラーリングで、やっぱね、ツヤすごい出てるよね。ブラックの部分はすごい分かりやすいけど、まあ、特徴的なバックスタイル、この両方とも、紐でレースで結ばれてるタイプの、バックスタイル、まあ、最近結構 SSK とかで流行りのねスタイルですよね、これも。で、ここが長い感じがする。ここまでが結構長いから、小さくてコンパクトなんだけど、かなり深いポケットが作れそうだなっていうような感じのファーストミットとなっています。って言っても、まあ片付けしないでね、めちゃくちゃ硬いんですよ、正直今の段階って。だと、まあちょっと浅く見えるかなっていうような感じもあるんですけども、これ片付けしてたら相当深くなるんだろうなっていうのは結構感じますね。で、どちらかというと親指が外に向いていってるような、ファーストミット初期の段階だとなってます。これさ、ラベルがね、どちらかというとほら、タンって茶色系じゃんと黄色で、まあ似てて、この色とさらに似てるから、そういったところをすごいおしゃれだなってめちゃくちゃ感じますね。で、これも順巻きか、土手の部分順巻きになっているので、まあ深いポケット作れそうかなと思います。これ今まで僕がはめたことね、人生でねはめたファーストミットで一番小さいかもしれない、それぐらいコンパクトだから。なんだろうな、内野手向け、サブポジションがファースト向け、本来、セカンドショートとか、まあ、本当にセカンドショートサード守ってる人がこういうファーストミットを好むんだろうなみたいな感じのミットです。で、お値段
税込み38,000円なので、まあ限定、さっきのプロステータスより安いですし、しかも限定っていうの でなかなかね、ここまで小さいミットっていうのも売ってない、僕もあまり本当に見たことがないミットなので、これに関してはまあちょっと、コンパクトめなのが欲しいっていう人はぜひぜひ検討してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあこれが2つ目のミット、最後ね、公式用のミットで最後締めていきたいと思います。はい、では最後のファーストミットはこちらになります。はい、来ました、最後に最後にね、来ましたよ、最高級ミット、はい、 YGS のファーストミット公式用になります。これはもうすでにね、片付けされているようなファーストミットとなっていて、ちょっとね、親指は完璧に残ってる、親指残ってるから、こことここに線があるんじゃなくて、ここに1本線がある感じ、めちゃくちゃ深いだからっていうような、まあミットで、まあね、もうこの革質よ、えげつない、本当に。で、まあ僕が持ってる YGS って直視なんですけど、これはラベルタイプ、プロラインシリーズはここがラベルタイプ、シリコンラベルになっています。これよね、これ今度バスケットウェブ、中田翔選手がさ使ってたじゃないですか、確か去年か一昨年ぐらいのシーズンでバスケットウェブのファーストミットを使ってて、おっって思って、そのちょっとしてからぐらいかな出たのが、はいはい、なので最近ね、もともとまあダブルトムのファーストミットがあったりだとか、こういったねバスケットウェブタイプのファーストミットがあったりで、比較的内野主要に近づいてきてるのかなっていう、まあウェブだけで見たらですけどねっていう感じがしますね。こんなの今までは本当に多分3ピースって言ったらいいのかな、あの3段ここの補給面の合わせて3段だったので、そういうミットしかまあ今まで見てこなかったっていうところからすると、これはすごいやっぱ新鮮ですね。で、まあ YGS の特徴としていたしましては、まあやっぱね、革質、っていう点がまずは1点で、だからこんだけ片付けしたってこんだけツヤが出ていますと。で、あとはここですね、ここがクッションなんですよね、ムートンじゃなくて、まあだからあのどん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 汗でここが擦れていくというか、しぼんでいくこともないですし、でずっと同じような感じで感覚で、使えるっていう点では、まあ、YGS すごいいいのかなとは、思っています。形の大きさ的には、まあ、Z に近いかな、最初に紹介した、Z に近めの大きさで丸いでも深いっていうような感覚があります。で、Z は多分こうするんだろうなと思ったんですよ、小指なんで。これに関しては別に小指じゃなくて5本指仕様なので、ちょっとねこういう感じ、こっちで押さえに行く感じ、ひねりに近いかな、比較的っていうような片付けをされているファーストミットになっています。まあね、公式、もずっとファーストやるよっていう高校生の方なんかはすごい、まあ、耐久性っていう面でも復元力があるかはっていうところもありますので、高校生は本当におすすめなんじゃないかなと思っています。で、カラーリングもこっちに、まあ、タンもあったりとかするので、まあ、どっちもね高校生どっちも対応カラーなので、本当に、3年間使えるミットなんじゃないかなと思っています。はい、で、ちなみにお値段なんですけども、こちらは66,000円公式用でになっているので、まあまあさすがね、YGS さんいい値段はしますけれども、やっぱそれなりの、値段相応、むしろコスパがいいんじゃないかぐらいの、品質を持っているので、まあ、高校生の方気になったらぜひちょっとモータースポーツさんで、チェックしてみてください。はい、ということで本日はね、こちらの僕が今までやってこなかったファーストミットの紹介の方をやってきました。ファーストミットもね、はい、まった感じ、まあ元々種類っていうのはもちろん少ないですけれども、その中でもやっぱキャッチャーミット同様型の違いっていうのは一個一個はめると分かるので、おやっぱすごいなと、内野用よりかも少ないのにもかかわらずそういうのが知れるので、ぜひぜひね自分に合ったファーストミットっていうのを、探してみてください。はい、ということで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。持ちづらい。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、あいしょー翔平TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。